はい、皆さんこんにちは。ピアノ .com の石山です。シュベスターピアノの53号、木目のめっちゃ綺麗なやつが京都の方に届いております。こちらでもちょっとね撮影したいと思います。これですね。綺麗でしょ。本当に綺麗でもね、これもうあの置いてあるだけでもう幸せ感を感じてしまうようなね、ピアノですが、いつでも京都で弾ける状態になりましたのでね、お越しいただけたらと思いますが、はい、ペダルもね、この間社員が磨いてました。ピカピカですね。はい、京都でもう一回音の方を聞いてもらいます。さて、どんな感じなのか。この重点分かりますかね、これ。よく伸びる。アルペジオで弾くとね、結構あのバランスがよくわかるので、ね、アルペジオってこうあのコードをなぞるわけですけどね、こういう弾き方をすると。あまり長く弾いてもあれなのでこれぐらいしてきますが、シュベスターのこの豊かな響きっていうかな、蝦夷松響板のもう超手作りのピアノですが、ヤマハカワイとはまた違ったね響き方ですのでね、こういうちょっと趣のある音が好きな方、ぜひ弾きに来てもらえたらと思います。シュベスターのナンバーでしたっけ、53でしたね、覚えとけちね、シュベスターの53号の可愛い木目の、タイプです。どうぞよろしくお願いします。それでは、さよなら。